よし、これだ。持ってけ、こんちくしょう。あいよ、8分だぜ。よっしゃ、もう一回どうだ。遊ばせてくれ。台を選んでくれ。よし、これだ。兄ちゃん、勘弁してくれよ。あいよ、8分だぜ。勝負はこれから、これからやるよな。また今度にするよ。気向いたらまた来てくれや。すいません。テイク2やってくれよ、兄ちゃん。遊ばせてくれ。台を選んでくれ。よし、これだ。ま、こんなこともあるさ。よっしゃ、もう一回どうだ。遊ばせてくれ。台を選んでくれ。よし、これだ。
ちゃん、勘弁してくれよ。あいや、8分だぜ。勝負はこれから、これからやるよな。遊ばせてくれ。台を選んでくれ。よし、これだ。今回はいただきだな。よっしゃ、もう一回どうだ。やらせてくれ。台を選んでくれ。よし、これだ。まあ、勝ちっぱなしはよくねえよな。よっしゃ、もう一回どうだ。遊ばせてくれ。台を選んでくれ。よし、これだ。まあ、勝ちっぱなしはよくねえよな。勝負はこれから、これからやるよな。また今度にするよ。そっか、まあ、また来てくれや。すいません。いえ、お邪魔しました。ちょっといいかな。文武廟に行きたいんだけど、高華台へは。ああ、その辺りに用があるっす。案内するからついてくるっすか。わかった、お願いするよ。B さん、せっかちっすね。地図を売ってるな。 A 郊外の地図か。後で使えるな。
もう少しっすよ。もう少しっすよ。江南街の地図か。これはもう持ってるな。すいません。どうぞ。文部病に行きたいんですが、高架台はどっちですか？ここを出て左ですわよ。広い道をそのまま道なりに行くんですの。わかりました。ありがとうございます。
すいません。はい、いらっしゃい。文部病に行きたいんですが、高架台ってどこですか？高架台ならこのずっと先ですよ。そうですか。地図を売ってるな。この辺りの地図か。これで迷わなくて済むな。もうちょっとっすよ。この先は高架台か。着いたっすよ。ありがとう。それじゃーっす。文部病、当李承老氏はここに。当李承という老師をご存知ありませんか？あなたは？日本から来ました。当李承老師を探しているんです。日本から？あいにくだけどその老師のことは何も知らないわ。あ、君は老師に会いたいの？老師をご存知なんですか？これが紹介状です。紹介状？陳陽、確かに老師から伺ったこともあるんだな。それじゃあ。しかしこれだけでは老師に合わせるわけにはいかない。君は四つの部徳を知っているか？四つの武徳？君も武術をやっているな。その体を見れば分かる。武徳とは武術家に必要な4つの心得のことだ。分かりません。それが分かったら老師はきっと会ってください。
四つの部族。ちょっといいかな。あ、何？部族って知らないかな。部族なら老師に聞けばわかるんじゃないの。いや、老師に尋ねるわけにはいかないんだ。ふん、そんなら自分で探すんだね。わかった。あなたはさっきの。あなたはなぜ文武廟に。私には一つの願いがあるの。そのためにずっとお参りを続けているの。あなたにもあるようね。あの、聞きたいことがあるんです。何かしら。部族をご存知ですか。部族は自分で学び取るもの。でも一体どうすれば。徳のある武術家ならば誰でも心得ているわ。武術家？訪ねてみることね。武術家か。大老街の地図か。もう持っていたな。すいません。ん？呼んだか。この辺で武術家を知りませんか。わしは知らんわ。すいません。はい、どうぞ。この町で武術家を知りませんか。
さあ、その方面には疎いから。三島通りの理髪店の長湯さんならわかるかもしれないよ。よく武術の話をしてる人だから。わかりました。ありがとうございます。すいません。いらっしゃい。長湯さんのお店に行きたいんですが。すぐ細い道に入って花屋のところを左ですよ。わかりました。ありがとうございます。すいません。はい。長湯さんのお店に行きたいんですが、伏線街はどっちですか？どっちになるかな。この町から行けたと思いますが。もう少し詳しく教えてください。それ以上のことは地元の人に聞いた方が早いですよ。そうですか。聞いてみます。すいません。何か。長湯さんのお店に行きたいんですが、伏線街はどっちですか？いいわ、案内してあげますよ。ついてきてください。お願いします。ここがそうですよ。ありがとうございました。またね。大老街の地図か。これはもう持ってるな。すいません。ん？この辺で武術家を知りませんか？え？どうだろう。ちょっとしたことでもいいんです。何か心当たりは？
三島通りに武術に詳しい人がいるって話だけど、そういうのは地元のやつに聞く方が早いぜ。そうですか、聞いてみます。すいません。え、俺かい。醤油さんのお店はどこですか。一緒に行くか。ついてきな。お願いします。着いたぜ。ありがとうございました。じゃあな。すいません。はい。醤油さんのお店を知りませんか。それなら斜め向かいよ。店を出て斜め前の店。わかりました、ありがとうございます。すいません。はいはい。あの、醤油さんのお店はどこですか。散髪ならうちでいかがですか。あ、いえ、醤油さんに用事があって。あ、これは失礼。醤油くんの店ならここを出て右ですよ。右ですか。ええ、右隣の理髪店です。わかりました、ありがとうございます。醤油理髪店、ここが醤油って人の店か。すいません、醤油さんですか。何か用かい。武徳について聞きたいんです。武徳？あんた武術家なのか。はい。そうかい、まあそこにかけな。教えるついでにあんたの髪も整えてやろう。武徳は憲法家にとって必要なものだ。武徳を備えぬ憲法家は人に恨まれ暗殺されることもしばしばあった。そういう憲法家はほとんどが無防備な時に暗殺された。そう、例えば茶を飲んでいる時とかがあっても動くんじゃないぞ。肝が座っているな。カミソリの動きは鋭くても殺気が感じられませんでした。常に動じることなく肝を据えて冷静に正しく判断すること。
それが武徳の一つ、丹だ。丹。動じることなく肝を据えて冷静に正しく判断すること。あんた修行次第でいい武術家になれるぜ。Thank you.